はい、どうも、こんにちは。今回でまた殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続けられていこうかなと思います。前回は またちょっと期間空けちゃったからあれなんだけど、とりあえず確か新しい章が始まったんだよな。新しい章が始まって割とすぐでちょうど前回終わったのかな。だからまああんまり前回とのつながりは特にないっすよ。 でまあ今回からまた新しい気持ちでやっていこうかなと思います。じゃあやっていこうか。グリーン・メイソンに関する捜査は、はい、現時点をもって中止とする。なんでですか？まあ、これは前回見たよな。へ表情が全然違えな。警部、一体どういうことです？捜査はまだまだこれからじゃないですか。そうです、警部、怪しすぎますよ。確かに最近は逮捕者数が減っています。はい捜査は完全な空振りに終わることも多いですから。はい。ですが、ですが、伸ばしびっくりってすごいな。そういう問題ではない。お前たちの働きは十二分に分かっている。絶対なんか言われてんだよな。客観的に見ても、ここ数週間の捜査により、いつも以上に犯罪の根を断ち、事前にその芽を摘んだことに間違いはない。だが、グリーン・メイソンに通じる糸口という点においては、成果が全く上がらなかったことも事実だ。なんだかんだごまかされてたのか。だからといって、このまま彼らを野放しにするのですか？情報がつかめないから諦める、それがロンドン死刑の正義なんですか？あんまり詰めんといてやってくれや。警部にも警部の事情があるから、あんまり詰めてあげるのはかわいそうだわ。奴らの存在を忘れろということではない。我々には他にも向き合うべき事件がある。そちらを優先するということだ。そういうことか。有力な証拠であったアドラメリクはもういない。そして我々が全力で臨んだ数週間の捜査の末、新しい証言も確たる証拠も得られなかった。まあまあ、それが現実だよな。不服ではあるだろうが、全て指示した俺の責任だ。お前たちの努力を生かせなかった。俺の不甲斐なさを許してほしい。どこまでが本当っていうかさ、どこまでが真実か分かんないよな。エドがあれじゃ、ポーカーフェイスだからさ、これも嘘かもしんないじゃん。随分と見損なわせてくれますね、警部。成果が上がらない。だから俺たちに諦めろと本気でそう言うんです本当ですよ。俺たちの力見くびってんじゃねえよ。もうどっちの立場にも立ってるからすごい変わるんだけど、態度が俺の。深々と頭を下げたエドガーに対して真っ先に食ってかかったのはシャーロットではなくハリーだった。そういうことになる。ならあえて言わせてもらいますがね、俺はもうグリーン・メイソンの存在をこれっぽっちも疑っちゃいない。どっちだ、どういうことだ。新しい証拠はなくても警官としての勘でわかるからだ、警部。あんただって。ハリー、警官の直感が大切なことは認めるが、それだけを根拠に捜査を続行させろと食い下がることはできない。まあまあ、一応そのやっぱね、法のっていうかさ、一応ね、公共の、なんていうの？ 一応ね、そういうなんか個人でやってるものじゃないからね、あんまり自由にしすぎるのもね、直感つってね、やりすぎるのも、まあ、どっかで見切りつけないとね、成果が得られないんだったら。捜査を中止する理由は他にもある。明確な根拠もなく、これ以上の捜査を進めれば警察権力の乱用だと非難されることになるだろう。あり得るね。現に個人を対象とした聞き込みについて、市民から警察へと抗議の声が寄せられている。それは、抗議の声ね。怪しいね。でもそれグリーンメイスのあれかもね、仲間かもね。死刑の前にプラカードを掲げた市民たちはいたか？青果店の主人も喫茶店の店員もいない。おかしいな。一般市民は誰一人抗議に立っちゃいない。気づくね。ということは、警察上層部への直接の抗議だな。いや、抗議なんて優しいもんじゃねえか。圧力だ。これ以上捜査を進めるなって忠告だ。そうだろ警部。う。推測するのは自由だが、確証もなく決めつけるな。ロンドン市警は市民の盾であると同時に法の番人だ。常に規律を重んじ、法律を順守しなければならない。ちょ、一旦音上げようか。ちょっとごめんね。一旦音開けるわ。ボイスだけ上げてきた。ボイスだけ上げてきたわ。いくつもの犯罪の芽を摘み取ることはできた。はい。だが、敵の確たる証拠をつかむことができなかった。はい。
時間切れだ。まあまあ仕方ないよ、まあ、そういう期間だからね。個人でやってるなんかだったらさ、なんかこのすごい曖昧な表現になっちゃうけど、ね、この事件が解決するまで俺は追い続けるぜみたいなことできるけどさ、やっぱ警察ってなるとね、やっぱそこまで自由はね、個人の自由は厳しいよな。確実な証拠がないからこそ捜査を進めさせてほしいと言ってるんです。うん、たとえどんな奴が相手であったとしても。ハリー熱いね。怪しい連中の目星はついてるんだ。うん、あとは個別に張り込みや内定を進めるだけでしょ。そうだ、秘密結社の連中が揃いのバッジでもつけていれば世話ないですがね。熱いね、なんか今日熱いな。お前、奴らの尻尾をつかむには多少なりとも強引な手を使わないと。お、今日熱いぞ。これシャーロットも気づくんじゃないか。ハリー先輩落ち着け。ハリー、グリーンメイスンに関する情報を伏せていたのは、うん、奴らが存在するという証拠をつかめていないからだ。うん、証拠もなしに噂話や思い込みを根拠に捜査をする気なのか。それこそ市民が危惧している権力の乱用だ。権力って厳しいな。はあ。あんたの体のいい言い訳にはうんざりだ。上層部の鶴の一声で捜査を中止することになった。要はそういうことだろ。というかもうエドが座ってたんだ。単純にそのエドの並びからしてさ、エドがもう立ってたから立ってんのかと思ったけど、エドが座ってたんだ。そこが一番驚きだわ。あとこの机叩いた勢いですげえ揺れてるもん。画面がすげえ揺れてんじゃんこれ。地震起きてるレベルで揺れてる、なんか線入ってんじゃん。拉致が開かないと感じたのか、ハリーは苛立ちを隠そうともせずに机を叩きエド側に詰め寄った。でもまあそういうことだと思うよ。上層部に言われたんだと思うよ。その鶴の一声を出させたのはどこです。うん、あんただって本当は分かっているはずだ。もしかしたら根はもっと深いかもしれない。警察のお偉いさんの誰かが奴らのメンバー。あり得るね。ハリー冷静になれ。お前がその続きを口にするのなら胸のバッジをそのままにはできない。いやでもこれやっぱハリーのが警察なんだろうな。本来警察であるべき姿なんだと思うよ。これハリーの態度が。バッジがなんだ、こんなもん価値なんてあるのかよ。うん、ただ窮屈なだけで何の役にも立ちゃしねえ。正義感がある方がいいよ。うん、でも警察ってどっちかなって言ったらエドガーだけど、まあ、正義感、ハリーで会ってほしいよな。貧民病人から搾取するだけじゃ飽き足らず、嘘の救いまで与えるって吹いて回るようなアコギな奴らすら満足に負えないんだからな。みるみるやっぱあれだな、あのリヴァイに似てるな。ハリー先輩、うん、警部も一旦落ち着いてください。仲裁シャーロット来たね。またあ誰か来た。怒鳴り合って一体どうしたんです。あ集まってきた。問題でもまた何かこの二人がやらかしたんですか。まあでも声張り上げてたのはあれだからな。声張り上げ、ああでもそうか、エドガーも声張り上げてんのかな。喧嘩越しで声を張り上げる3人、その声にただならぬ気配を感じたのか、死刑のメンバーたちが部屋に集まってくる。ここはエドガーの執務室であり、よほどのことがなければ部下が勝手に立ち入ることはなかった。だからこそグリーンメイスンという組織の話を秘密裏にするのに都合が良かったのだ。だが今回の言い争いは度が過ぎていた。何かの異常事態だと判断され、部下たちに突入されるほどに。詰まってきた警官たちの好奇の視線にも構わず、ハリーは拳を握り声を絞り出す。ザルーフ副院教団の医療用麻薬の不正使用、うん、アドラメリク議員の汚職と犯罪組織への関与、ジェームズ・ラスボンの関わった昨今の傷害事件、表向きは真っ当な市民や宗教団体、市民の味方であるはずの議員が関与した犯罪だ。だがこいつはただの事件じゃねえ。うん、宗教団体設立の許可を出したのはどこだ。お、議員の証拠がもみ消されたのはなぜだ。お、貧民や労働者が末端で動いているのはいつからだ。この宗教団体設立の許可を出したのはどこだ。いいね、ハリー行くね。警察がつながってるってことはまさか。根は深いぜ、うん、必ず黒幕がいるはずだ。今まで姿も見せなかったようなでかい組織かな。そんなヘドが出るような連中から善良な市民を守れないのがロンドン市警なのか。ハリー熱いね今日、なんか急にいつもあんななんかフンみたいなやつだったのに熱いね。何かふんぞり返ってる権力者に圧力をかけられても俺たちは黙って泣き寝入りしろってのか。うーん、
あんたがいつも口にしてるロンドン死刑の誇りってのはその程度のものなのかよ。ちょっとまあ難しい話ではあるよ、正直仕事っていうのは、うん、ハリー先輩、気持ちはわかりますが、みんながいます。まずいです。もう一度私たちだけで話し合いましょう。悠長なこと言ってんじゃねえ、うん、お前は何も感じないのかよ。今正論を吐かないでいつ吐くってんだ。ハリー熱、今までのハリーと全然違うんだけど、熱すぎ、何があったお前。それは分かってますよ。私だって納得できません。あ、2対1になっちゃう。納得できなかったらどうするんだよ。結局言いくるめられて焼け酒でも飲むってか。お、ですが伸ばし棒びっくり、シャーロットの得意技だな。ですがってそれ何それ。いいか、ここで引いちまえば全てが終わりだ、うん、上層部からの中止命令だぞ。まあまあそうだな。俺たちの動きは監視されてんだ、上層部か死刑の中の裏切り者にな。あ、裏切り者、あ、監視、うるさ、びっくりした今。どういうことです。リアルな雷かと思ったわ。リアルの方のこの俺がいるリアルな世界の方の雷の音かと思った今。びっくりした。やめてくれないその音。不意にハリーが発した不穏な言葉に集まってきていた警官たちに衝撃が走る。ハリー、やめろ、無用な混乱を生む。ああ、もう死刑がもうボロボロになっていく。エドガーの一喝が死刑の中に響く。しかしその語気の強さこそがハリーの言葉に真実味をまとわせる結果となった。ちょうどいいじゃねえか、ここらで風通しを良くしておこうぜ。エドガー警部、まさかみたいな。俺たちはでかい組織を追ってた。だが上層部の鶴の一声で捜査は中止だ。どうしてそんなことがまかり通ると思う。ハリーが強すぎる。大丈夫かお前、消されるぞ。お偉いさんの都合が悪い部分をつこうとしてるのさ、うん、だからこそ圧力に負けるわけにはいかねえ。ああ、悪どい連中ほど休んだりしねえもんだ。今ここで手を引いたらきっと手遅れになる。救える命を取りこぼすかもしれない。いいよね、このハリーの救える命を取りこぼすかもしれないってとこがハリーの気にしてるとこっていいよね。またこれ正義感の塊だよな。上層部の命令なんて関係ねえ。お、結果を上げちまえばもみ消せもしねえさ。お、だからこそ今やるべきだろうが。お、革命軍のリーダーみたいなこと言い出したな先輩。おお、なるんじゃない警官たちが。エドガー警部、ハリーの話は本当なのですか。事実だ。うん、内内に捜査を進めて急にてかエドが認めたな。まあまあそれはあれだもんな、急に1対1から複数対1になったもんな。そんな、どうして話してもくれないのですか。あ、いや、信頼度が、密告者がいるなんて。死刑の警官たちはざわめき、お互いに顔を見合わせ様子を伺い始める。唐突に内通者などと言われても実感が湧かないのだろう。しかし言い争いをしていた2人の剣幕が本来信憑性のない話に一定の説得力を与えてしまっていた。そして不安そうな警官たちとは別に、元凶の片割れたるハリーへと敵意のこもったじゃないな。なんだこれ視線を向ける者もいた。ああ、なんだよ。お？俺の言うことが信用ならないってか。やめろ喧嘩。そうではないが俺はお世辞にも素行がいいとは言えねえ。うん、陰で不良だ怠慢だって言われてるのは知ってるぜ。証拠を手に入れるためなら汚い手も使った。まあただエドガーとハリーどっちがやっぱさ、その信頼されてるっていうか、そのまあ密告しそうってなったらやっぱハリーがまずは疑われちゃうかもね。だが行動は結果的に成果へつながったはずだ。うん、ルールに縛られて犯罪を見逃すような警官よりもよっぽど仕事熱心だぜ。お、俺だって警官だ、うん、望んで警官になったんだ。悪党を許しちゃおけねえ。お、人を守るって心意気はお前らには全く劣っちゃいないと思ってる熱いな今回のハリー。こんなハリー見たことないぞ。病人から金をむしり取って、うん、挙句に命まで奪う、うん、そんなことを平気でする連中にやられてたまるかよ。たまるかよ。強引にでも捜査をして、うん、尻尾をつかむべきだ。このままじゃ市民を守れなくなるぞ。それでいいのか、お前らは。それでいいのかよ。
ハリー何かあったのかな。こんなに熱くなるってことは何かあったんじゃないの過去に。ハリー先輩、うん、私は、でも命令が。命令命令ってお前はいつまでそんなこと言ってるんだ。こんなこといいんじゃないの。ハリーの叫びにこうする者はいなかった。ただ警官たちはお互いに視線を交わし合うだけだ。わからずやどもが。捜査中止が言い渡されたことは事実だ、うん、ルールはルール。上層部からの命令に背くことはできん。いつもルールルール、命令命令って、俺はこんな窮屈なとこでやってけねえぜ。いいんじゃないの。ハリーのことを黙って聞いていたエドガーが沈黙を破り口を開いた。どんな理由があろうとも我々は警察機構だ。ああ、死刑を行う自警団ではない。まあまあ確かにね。いついかなる時も法律にのっとり、しかるべき捜査を行う。まあルール大事だもんな。ルール守れって言う側だからな。ルール守らないとな。自分に都合が悪いからといってルールを無視するのなら、うん、物事の善悪や正当性は誰が判断するんだ。ハリー、お前か。あ、正当性だ。一警察官が身勝手な判断を下せば警察機構全体が市民から疑いの目を向けられることになるだろう。俺はお前のやる気や動機を疑ってはいない。しかし誰かのために良かれと思っての行動であっても取り返しのつかない重大な事態を招くこともある。意図していなくとも、お前のやり方はロンドン死刑、ひいては警察機構の信用を失わせ体制そのものすら崩壊させかねない。来たね、説教ってか説得が入ったね。大層な御託を並べたところで犯罪組織を見逃すって事実は変わらねえぞ。俺は目の前の悪党を黙って見過ごしたくねえ。決められたルールや上からの命令に縛られてロンドン死刑が動けないってんなら俺が動きやる。はくれてやるよこんなバッチ。あ、やっぱ言った。俺には必要ね。やっぱ言ったじゃん。ほらこんな環境じゃやってけねえぜ。どん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 あれだな、特徴つかめなくなっていくな俺。ハリーは胸から死刑のバッジをむしり取るとエドガーの付け叩きつけた。ついにやっちゃいましたね。考えなせ、うん、怒りに任せた行動は後悔にしかつながらない。あの後に戻れないやつやっちゃったね。ハリーもそいつは的外れだ、正直清々したよ。これで俺は市民の味方だと胸を張って言えるからな。あ、これで逆にあれなのかな、ハリーがアーサーの方に行くのかな。なんかハリーとアーサーの関係ちょっとあれだったもんね。わざわざなんか序盤の方から結構、まあ、敵対ではあったけど関係描いてたから、アーサーと仲間になる説あるな。ハリー先輩待ってください。ついてくるな、もう先輩でも何でもねえ。俺は市民の味方だ。シャーロットが追いすがるが、ハリーは振り返りもせずに怒鳴りつける。彼はそのまま足早に廊下へと出ていった。ハリー先輩、エドガー警部。シャーロット。ハリーのことは気にするな。どうしたらいいか分からず、シャーロットは助けを求めるようにエドガーに視線を向けた。だが頼みの綱のエドガーは全く取り合おうとしない。エドガーは叩きつけられたバッジを握りしめると、何事もなかったかのように冷静に部下たちに告げた。各員、平常の職務に戻るように。以上だ。まあでもこういうのがさ、その、まあ冷静じゃないけどさ、ちょっと弱いとこだよね。こういう問題があった時にこういう風にしか対応できないからさ、エドガーみたいな冷静キャラは。ね、これなんかまた一括とかできないからさ、こういうしかないんだよな。だからもう周りもちょっと信頼度薄れていくからさ、組織として崩壊し始めるかもな。その声には苛立ちも怒りも込められていなかった。それでも場は静まり返り、シャーロットさえ口を開けない。今のエドガーには彼の命令に異を唱えるどころか声をかけるのもはばかれるような雰囲気があった。汎用 BGM 来るんじゃないの。アーサーヒューイット、どうした、元気がねえじゃねえか。うん、僕はいつも通りに生活してていいんだろうか。急になんか急に真にたどり着いたな。あれか、働いてなかったのかお前。なんだよ、将来の不安か。悩みがあるなら聞いてやるぜ。
ジャック先生のお悩み解決講座だ。高いぜ。もうこの章で多分ジャックのことちょっとわかるんじゃないかなと思うんだよな。なんかタイトル的にもなんか今日って入ってるから、今日でいいのかな、読み方入ってるから多分ジャックのことがちょっとわかるんじゃないかな。違う、そうじゃない。うん、グリーンメイソン絡みの話だ。ああ、なんか操作したいってこと。サルーフ福音教団、ザフカやアドラメリク、うん、それにジェームスやニック、奴らの裏にいるのはグリーンメイソンだろう。まあかもね。大きな組織だと言っていたが何も進展はなさそうだ。うん、僕もどうにか探りたいけど何から手をつけたものか。まあ漠然としすぎてるしね、あれだもの、表立ってないからな。相棒、ジェームズの件が例外だっただけで、そいつは本来探偵が関わるものじゃないはずだぜ。まあ確かに、それは分かってるよ。けどな、お前さんがそんなに関わりたいってんなら今すぐロンドン市警に出向いてエドガーの野郎にでも頼み込んだらいいんじゃねえか。僕も捜査に協力します。お父さん、一緒に悪を捕まえましょう。ってな。皮肉だなお前。ちょっとあれだな、なんていうの、日本語わかんねえけどさ、いじってんだ。それはごめんだ。うん、まあ関係は良くないからな。わがままなやつだ、反抗期かね。あ、なら、あの不良警官にでも頼んだらどうだ。絶対これだって、絶対俺の予想合ってるよ。おいお前っつって、お前ハリーどうしたんだ。俺と一緒にグリーンメイスを追わないかっていう、多分不良警官ってハリーさんだって。そうだと思うよ、こう流れ的に。あの野郎ならそれなりに顔が利くだろう。うん、府警の方だとちょっと力不足だろうな。頼るならあいつの方がいい。確かに。いややっぱりやめておくよ。ピンポーンじゃない。なんでだよ、おじげついたのか。そうじゃない、お前がさっき言った通りだよ。これは警察が処理すべき案件だ。まあ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 、探偵が積極的に関わるような案件じゃない。じゃ探偵らしい仕事すんの、この間。そうかい。まあお前さんが一見物分かりが良さそうで実際そうじゃねえってことはお見通しだがな。うん、知ったようなことを。まあ、回転がね、頭の回転がね。お、お客さんだ。当たるんじゃないですかこれ。これ当たるでしょ。ほら、邪魔するぜ。ちょっとラフな格好してんな。ちょっと私服じゃんお前。ハリーさん、一人では珍しいですね。もう、どうかしたんですか。読めてんだけど俺もう先の先が読めてるわ。まあさすがだわ。誰でもわかるけどな、あの流れだったら。俺がここに来ちゃいけないっていうのかよ。俺と協力しないか。いいえ、そういうわけじゃありませんが。ならいいだろう、俺だってロンドン市民だ。結構なんかあれだね、ラフな格好してんね。ん、シャーロットから聞いた通りだ。なかなかうまい紅茶だな。どうやば、味覚も合ってるもん。それで今日はどういったご用件です。そりゃ探偵に対する用件って言ったら仕事の話に決まってんだろう。ある人物についてそこを調査を依頼したい。ある人物についてってことはエドガーかな。エドガーが怪しいと思ってんだろうな、ハリーは多分。待ってください、前も似たような話がありましたが、僕は探偵であって警官じゃありません。それくらい知ってるよ。むしろお前が警官じゃないから頼んでるんだ。便利屋すぎるだろう。僕がどういうことです。エドガー警部のことだ。先日のグリーンメイソンの件でちょっとな。ああ、グリーンメイソン、お前がおびき出したことで逮捕できたグリーンメイソンの構成員と思わしき連中だが、あいつら全員無罪放免だ。あれか、あのジャンプの主人公みたいなやつらか。そんな、どうして。これは多分警察のことが働いてるぜ。上層部からの命令だとよ。うん、どこぞの市民からの抗議だかなんだかで前々から進めてた捜査も取りやめだ。ふざけやがって。怪しいね。その噂はハリーからロンドン市警で起きたことの顛末を一通り聞かされた。つまりグリーンメイソンは警察の上層部に圧力をかけることができるほどの力を持っている。まあでもそうだよな。でもなんかさ、噂で聞くとさ、その日本のそのヤクザとかもさ、なんか警察とつながってるみたいな、警察のね上層部に圧力かけ、それこそね圧力をかけるみたいな、かけてるんじゃないかみたいな話も噂もねあるからね。案外ね反社会組織の方、組織とつながってたりするもんな。まあ
証拠はするもんなっていうか、するかもな。何せ急で強引すぎる命令だった。だが圧力をかけてきたってことは、それだけ連中に近づいてるってことだ。確かに捜査を中止させられたとはいえ、ハリーの瞳は闘志に燃えていた。警察はグリーンメイスンの圧力で動けないから、警察ではない人間として僕に依頼をしに来た、ということですか。そういうことです。そういうこと。人のことを探るのは得意だろう。探偵の仕事ですからね。けどハリーさんは警察官ですよね。命令を無視して動くのはまずいのでは。俺はもう警官じゃねえよ。いや、俺はもう警察官じゃねえ。いや、まあ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 。やめたんですか。やめたようなもんだ。ああ、今のロンドン死刑はふぬけだ。俺は俺自身でグリーンメイスンの調査を続行する。だから力を貸してほしい。俺もタッグ組んでんじゃん。ジャック、どう思う。まあこいつは頼りになるんじゃねえか。いいんじゃねえか。渡りに船って感じだ、グリーンメイスンが関わってるってんなら。お前だって無関係じゃねえ。そうだな。ジェームズの裏、ニックの先だ。ということは母さんの仇。そうだね、ジェームズに殺せって命令したやつだもんな。わかりました。僕にできることであれば協力します。まずは話を聞かせてもらえますか。お願いします。すまねえな、門に切るぜ。それで調査対象はこいつらなんだが。こいつら、ああ全然エドガー警部じゃないんだ。大学教授オーブリー・パッテン、開業医セオ・スプリング、そして建築士パーシー・チェンバース。ハリーから3名の調査対象が提示された。そこそこの地位にいて金もある、悪党どもの活動には何かしら利になるだろうな。まあ結局そういうとこになっちゃうのかな、やっぱ。一見すると誰も問題があるようには見えませんが。ちょっとじゃあ一旦ここら辺で切ろうかな。じゃあ次回また進めていこうかなと思うわ。じゃあ、あざした。